吉さんやっぱ亀仙人被りましたかあのね今ねライブ放送してたんですけどもあのまあ不定期でライブすることもあるんですよあの午後とかはねで今日のテーマはヤマトくんの靴に対していろいろとねお話を私なりにさせてもらったんですけどもまあその内容は置いといてですねあのー、ライブやると来てくださる方が本当にねあのー、10名前後いらっしゃって多い時にはね2三3 0名になるんですけどもやっぱり10名前後が一番多い ボリムゾーーゾンです。時間にかかわらずそのくらいの人数とあとはねライブやったら常に来てくださる方がいて本当にありがたいなと思うんですよねこれをビジネス的に見るとですね常に集客されてる状態ということでおそらく高い確率で商品を案内したら売れるんじゃないかなと思いますけども私はもう陰キャの身ですんでねこれをビジネスチャンスとかセールスチャンスっていう考えはあんまりないんですよただねまだお金に余裕がない方とか商売まだね 笑えない立場だぞとかねもうちょっとこれから盛り上げていかないぞっていう方は自分の濃いファン何をやってもついてきてくれる方をまず作ることが商売の秘訣になると思いますんでまあ是非ね放送発信を繰り返していっていただければと思います特に顔出しができる YouTube っていうのは あ視聴者さんと良好な環境を築くためには不可欠ですんで顔出しがどうもなとかね自分がネットに不特定多数の人に出ていくのなんとかっていうのはね本当にねそ古い価値観といいますかねほん、まあ、本当にそんなに見られないですからせいぜい10人ですよでしかもね自分の放送を見る方がなんでね悪いことをするっていう発想から始まるんだってことなんですよ少なくとも商売をして多くの人に自分のスキルなり情報を提供しようとしてるわけじゃないですか なのになんで自分が攻撃が起きると思っちゃうのかってことが、えー、ちょっとね、えー、それは違うんだよってことなんですよ。確かにニュースや事件事故ってものは、あのネガティブな情報だからあの話題になるんですよね。ネットでこんないいことがありましたっていうのはスカットジャパンでくらいしかね、スペシャルでやってくれませんから、だからやっぱりね、あの出てくるのは事件事故なんですよ、ね。でもこんな幸せなことがありましたっていうのを、じゃあワイドショーとか、 6時半のニュースでやりますかってったらほとんどやんないでしょ。だからいいことは埋もれるんですよ。いいことの方が多いんですよ。<laughs> でも、悪いことは埋もれないんですよ。悪いことの方が珍しいんですよ。ね、今回の,あの池袋暴走事故の件もね、2年間ぐらいずっとメディアが報じてましたよね。交通事故を2年間報じるのって珍しいんですよもうそのぐらいインパクトのある事件でしたしまあ,あの、犯人っていうかね、 加害者たる飯塚幸三さんのキャラクターもかなり取り上げるのにね、不謹慎ながらこんなこと言ってあれですけども、取り上げるのに適していたんではないかなと思うんですよ。で本当にね、なんか、冷たいというかね、私もねあの、私が思ってるわけじゃないんですけども、あのこういった交通事故なり何な,なりっていうのは、本当ドラマのようにね、演出があメディアによってなされるんで、視聴者さんが興味を持って感情移入しやすいようになってるというふうに言われます。でも、そんな番組で注文を集めておいて、 どんなな広告流すすのかなと思っちゃいますよね例えば交通事故の、うん、ニュースがあった後って車の CM でもやるんですかねそれとも修理屋ですかね病院ですかね何なんだろうなと思っちゃいますよね、うん、あちなみにこんなこと聞いたんですよ全然亀仙人から離れましたけどもこれをまとめにさせてもらいますけどもあのなんかこの刑事ドラマとかでねあのまあ犯人がこの登場人物を殺しちゃうみたいなことがありますよね 例えばね薬でこう犯人が誰かを登場人物を殺しましたみたいなストーリーにしちゃうと製薬会社のスポンサーがつかないらしいんですよ車に引かれて死んじゃいましたみたいなことをドラマの中に入れると車のスポンサーつかないらしいんですよこれなかなか面白くないですかこれはあでも一貫している広告としての考え方だなと思いますよねうんだから車がさっそと走るところに車の CM とかねで 薬によって人が救われたっていう感動ドラマに、うん、なんかね、中外製薬かなんかの CM とかってね、そんな風にできてるんですね、きっとね。えー、ということで、亀仙人を目指す私たち、ダブルのローがお届けしました。いってらっしゃい。